北沢剛氏は東京都町田市出身の元サッカー選手。ポジションは MF。元サッカー日本代表。現在は日本サッカー協会理事、日本障害者サッカー連盟会長、国学院大学客員教授、産経所属のタレント、サッカー解説者としても活躍している。小学生時代は町田 SSS、町田市の町田 JFC、中学時代は 読売ジュニアユースに在籍。修徳高等学校に進学後は、ユースとの掛け持ちを認められず部活動に、千年、1985年に、全国高校サッカー選手権出場。翌1986年に、高校総体ベスト8進出に貢献した。卒業後は、宮本正勝監督の勧誘もあり、本田技研工業サッカー部に入部した。 1990から91シーズンの日本、サッカーリーグで、得点王に輝いた。この活躍が認められ日本代表に選出されると、1991年4月4日のスパルタク・モスクワとの親善試合で代表デビューを飾り、同年6月のキリンカップでは2得点を決め、日本の初優勝に貢献するなど、レギュラーを務めていたが、1994フィファ、ワールドカップ。 アジア予選前の合宿中に負傷して、以降は控えに回った。最終予選の第4戦の韓国戦では先発出場して勝利、しかし最終戦のイラク戦では出場機会が訪れなかった。1998年の FIFA ワールドカップフランス大会ではアジア予選突破に貢献したにもかかわらず、本大会直前のフランス合宿中に三浦和義と共にメンバーから ポジションがないという理由で外された。1991年から1999年までの間に日本代表に選出され、A マッチ59試合に出場した。1991年に古巣である読売クラブに倉田康二と一緒に移籍。J リーグでは三浦和義やラモス類、ビスマルクラと共にベルディオゴン時代を支える主力選手の一人となり、 独特の挑発でアイドル的な人気を誇った。1994年にはベストジーニスト賞にも選ばれている。J リーグ開幕戦となったマリノス戦では日本代表の合宿での怪我の影響で後半からの出場となったが第2節のジェフ戦で J リーグ初ゴールを挙げた。晩年は出場機会に恵まれなくなったもののベルディ一筋。旺盛な投手と 豊富な運動量を誇るプレースタイルから中盤のダイナモと称された。2002年に現役を引退。J リーグでは通算264試合に出場、41ゴールを挙げた。2002年終盤に翌年横浜 F マリノスの監督の就任が決定していた岡田武史から遺跡オファーが届いたが、膝の調子が良くなくオファーを断った。 2003年6月21日に国立競技場で開催された引退試合には多くのファン、プレイヤーなどが集まった。J リーグ開幕後はスタメン選手は11位以下の背番号という決まりがあったため8番をつけたが好きな背番号は戸塚哲也に憧れて14だった。なお、本田義議所属時第1回フィファフットサル世界選手権出場のために ホンダの選手によって構成されたフットサル日本代表にも選出されておりグループリーグの対カナダ戦で宮本監督の期待に応えに得点を挙げている四次駅前に設置されている北沢剛の足型レリーフ引退後はサッカー解説者を務める傍ら2003年4月からは JFA アンバサダーとして若年層へのサッカーの普及活動にも積極的に取り組んでいたが 多忙のためか2006年3月に同職を退任している。現在は、フットサルチーム監督のほか、日本サッカー協会特任理事件国際委員、サッカースクールフットボールコミュニケーションアカデミー主催、国際協力機構オフィシャルサポーター、カンボジアやアフリカ大陸の難民に、サッカーの文化を広めようとサッカー教室、講演などを行っている。また、人気サッカーゲーム、 ウィーニングイレブンシリーズでの解説を長年務めている。3K に所属している点から TBS 職、関口博士ファミリーが濃いと思われがちだが、引退当初は NHK 製テレビに出演。その後は読売グループつながりで日本テレビへの出演が多く、スポーツ放置の専属評論家も務めている。2004年4月改編から日本テレビ系のスポーツニュース番組。 スポーツマックス月曜日のコメンテーター及び、ズームイン。サタデーのコメンテーターとして出演。2006年10月からの、スポンチュの後番組、ニュースゼロにも引き続き出演している。また、ワウワウの海外サッカー中継の解説や絵本、僕と魔法のスパイクを執筆するなど幅広い活躍を、している。2012年4月、日本フットサルリーグの COO 補佐に就任。 同年5月には日本スポーツ振興センターによるナッシュ・スポーツジャパンアンバサダーにも就任。2012年6月日本サッカー協会理事に就任。2016年4月には新たに設立された日本障害者サッカー連盟会長に就任している。その他の公式戦、ありがとうございます。